今回の都市伝説、舞台は香港。あの世界を震撼させた史上最悪の殺人事件を皆さんはご存知だろうか。その事件が起きた場所に ST ロッチが入ってきちゃったんだよね。これはもうパンドラの箱が開いちゃったの。笑ってもうてるやん。笑ってるやん。今回はこの事件の真相に迫っていくからね。信じるか信じないかはあなた次第です。ST 海外心霊ツアー。シャッ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 。パリピみたいになってるから。さっきまで関さんバリバリ頑張ってましたね。OP でいろいろ頑張ってるのに、パンドラの箱開いたんでしょ。しっかり開いちゃってるからね。はい、ということで海外心霊ツアー第3弾、マカオと香港。これ毎回なんだけど、俺喋り方出てくるの。俺あれだからね。今回はですね、なんと中国史上最悪と言われたむごい殺人事件が起きた現場に来ております。うわー、もうハローキティちゃん事件っていう、めっちゃ怖い、超有名な事件で、超監禁されてバラバラにされた女性が、はいはい、ハローキティの人形の中に埋め込まれた。それでもう生きたんです。さあ、ということで目の前です。そうでしょ。さあ、こちらです。やばいやばい。え、急に雰囲気変わる。うわ、急に雰囲気変わる。繁華街だったやん。え、何これ。あっちはめっちゃ栄えてんだけど、ここだけだ。これがそのマンションですね。うわ、赤い曲がり方ね、めちゃめちゃいいね。血の曲がり方、いや、やばいなこれ。やばい。え、なんかここだけやばいな、マジで。ここでその事件が起きた。ここでその事件が、え、このマンション。マジ、え、こことかもバリバリいくれそうじゃない。え、バリバリじゃん。ちょっとそれただけでこんなに変わっちゃうの。今はもう廃墟になってるらしい。これから案内するからね。これすごいからね。ちょくちょく席になる。思い出したから、ね、危ないよ。本当に危ないからね。もう笑ってるやん。ここだけか、この。そうだね、ここや。でも超中心街なんですよ。そうそうです。日本でいう銀座みたいなところ、うん、そうそうそう、に突如現れる。突如現れる。そもそもこの通りは異様、電気がなすぎる、暗すぎる。なんかその入り口みたいなのが見える。そう、そこだけこの ST ロッジが入ってきてるんで、はい、そこを公開しようと思います。おここまでめっちゃ綺麗じゃないですか、はいはい、急に来ますよ。はい、はい、うわうわ、やばっ。もう鉄格子でこんなんで監禁されてみても出れないから。これ本当にやばいっす。席忘れます。席も、ね、席も忘れてます。はい、ということで、はいはい、うわ、もう目の前よ、今目の前でしょ。目の前なんだけど、なんとこの事件なんで発覚したかっていうと、私はここで殺されました、私はここにいますっていう夢を違う人が見た。え、それを毎晩毎晩見て、それを警察に言って、ここの事件が判明した。え、夢で分かった。やばく、だからそれだけ思いが強すぎる。怨念というか、怨念がマジですごい。うわ、やばいね。絶対にST ロッチ、ST のね、ST ロッチ日本支部には入ってこないように。やばいやばい、やばい、お願いいたします。めっちゃ寒くなってきたよね。やばいよね。ここだけめっちゃ寒くない。寒いよ。ということで、何か映ってるかもしれないんですけれども、詳しい詳細についてはジャパンで話すからね。お前がな、撮らないか。映っとるのよ。お前が一番の席や。正義が席になってんだよ。ふよーん。はい、シューズいいよ。どうやって、どうだ。うわー、ホラーにした。うわワイシュとかいらないわ。いらんよね、よく考えたら。はい、ということで日本に戻ってきましたけれども、お帰りなさい。マカオです。マスター、マカオ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 。これちょっとギャラクシーから来た方ですか。ギャラクシーから、すごく引っ掛けてるんですけども、これがね、香港でかっこよかったね。買ったかっけえ。ギャラクシー引かしてるね。後ろにいる方は大田武さん。バカ野郎お前。大田武さん、めっちゃ嫌い。本物やね。今日めっちゃ腹出す。石よ。もう一回やって、もう一回やって、もう一回。あ、俺うち家あげあげで石よ。癖が強いな、しょうがよ。香港ではまあ僕が説明軽くしてましたけれども、はい、ここからはもう都市伝説のスペシャリスト、はい、ドテスラさんが、はい、いろいろお話ししてくれるみたいな。はい、ちょっと詳細をね調べてきたんで。はい。ハローキティ事件って
言うんですよ。まあ言ってたね。オラがあのキティ。そうそうそう。オラが可愛いやつでしょ。猫の化け物でしょ。そうそう。猫化け物じゃねえ。あれ化け物じゃない。一番悪いな。こんにちは。そもそもハローキティ事件って女の人を監禁して殺害した残虐な事件なんだけど、香港の人はもう誰でも知ってるぐらいめちゃめちゃ有名な事件なのよ。だって香港の人じゃなくても知ってた。そうそうそう、まあ正義は知ってたね。ホラー好きなんで知ってた。ちなみにハロー、俺はね、まっだいぶ知らないって。知らないって。全く知らない。共同だけ知ってた。知らねえだろ。まあそれもそのはずなんですよ。現場に行ったの。実際に監禁したアパートに行ってきたの。うわ、えっ、だからカオクちゃんちゃなのか今日。俺は関係ねえ。あるよ、いつもこれだわ。グッチャグッチャって。グッチャ。そもそも日本人でこれ知ってるのってあんまりいないっていうと言われてる。なんでか、詳細は知らなかったよ。なんでかっていうと、ハローキティって日本のキャラクターじゃん、まずそもそも。あ、そうだ。女性とか子供からのファンが多いわけ。うん、サンリオね。そう、だから漏れないようにしたの。漏れないようにっていうか、もうあまりにもグロすぎるからメディアが報道規制したっていう噂がある。ブランディング的にやばいもん。そう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 。じゃあこの事件がどういう事件かっていうね。1999年にクラブ、夜のそのクラブの働く23歳の女性、うん、まあこの人がおばあちゃんと一緒に生活してて、おばあちゃんがちょっと病気がちだったのね。でこの人妊娠してたの。妊娠してたけど、その医療費のために毎日毎日頑張ってたと。でもそれでもあんまりお金は稼げなくて、そのクラブのボスにお金を借りていたと。でも全然なかなか返せないから、ボスも怒っちゃって監禁に至ったと。監禁妊娠してる時にボスが監禁したってこと。そう、ボスとその手下2人の3人が俺らが行ったアパートで監禁したと。そう考えると、俺ら行った場所ってマジでえげつないから。じゃあ実際どんな監禁が行われていたかっていう、うん、正直言ってかなりヤバいっす。まあまずもう殴って、殴って悲鳴が聞こえないように、もう窓とか扉とかはもう全部木でもう完全に密閉してたんだって、だからもう隣の人とかにバレる可能性はないっていう。興味ある方はこっから先はちょっと自分で調べてもらってもいいです。そうだね。で、まあそんな生活が約1ヶ月続いたっていう。1ヶ月よし。事実だからね。そう、これが事実だから知ってもらった方がいいよね。海外の危険っていうのもあるし、お勉強っていう意味もあるよね。そうだね。最終的にじゃあこの遺体をどうしようということになって、まず遺体をバラバラにしたと。頭は結構身元がバレる可能性があるから、頭はどうにかされてしまって。どうにかされる。いない、いない。ちょっとね、あの、そう、気になる人はちょっと調べてもらって。もう俺もね、あんまり話したくないぐらいのレベルなんで。頭をハローキティちゃんの人形あんだ、あれに入れて放置したと。そのハローキティの画像があるんだけど見ようか。怖い。閲覧注意です。これはこちらの画像になります。これです。いやー、うわ、もうだってキティちゃんが、これさ、血でしょ多分。そうだけど、いや、うわ、これそういうことか。そう、これ血、うん、やばいね、これ。えげつなくない？捕まったの？そうそうそう。その関係した犯人とその手下2人は終身刑になるだった。辛そうだな。こんなんでね、終身刑ってそれダメだよ。終身刑は、死ぬまで一緒に牢屋、ずっとその牢屋にいると。このアパートの隣にいた人も変な匂いがするみたいな感じで、ちょっと気づいてはいたけど、ちょい変な匂いするなぐらいだったから、その警察に通報も遅れてしまって、夢に出る幽霊で発覚したと。そんなに防音ができるぐらいでしょ。なんで匂いってそんなに出るんだろう。まあやっぱ匂い相当やばいんだよ。めちゃめちゃ臭いでしょ多分。歩いて歩いて隙間から出るから。いや今日はえぐいわ。今日はこれ、今日はえぐい。そこ行ったんだ君たち。そこ行ったんだよ。まあね、そのやっぱ海外ってね、やっぱまあ楽しいとか、やっぱいろんないいところはあるけど、こういう危険性とかリスクとかもあるよっていうことをちょっと学んでもらえたらなと思います。なるほど。今日は社会の勉強としてね。そうだね。都市伝説でも何でもない。教育動画です。教育動画です。これは教育伝説です。教育伝説。なんだそのね、なんだ教育伝説って。 NHK みたいな。でも大事ですよ、これは大事大事。これ知らなかったの。結構ね、知らなかった。だからその日本でいう女子高生コンクリート生き埋め事件ってあるでしょ。あった。うん、それの中国版って考えてもらったら分かりやすいかなと思う。まあ、借金には気をつけようと。借りる人にも気をつけようと。そういう学びの動画でした。信じるか信じないかはあなた次第です。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、借金しませんもん。はい、二度と。二度とってやんの。してた。起動してんじゃん。絶対僕が読むだろ。してませんよ。してません。してません。
って信じたってどうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない自分が言う